ので、今年のアビスパの顔ぶれをぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではまずはですね、選手の皆さんに今シーズンの目標、意気込みなどを聞いていきたいと思うんですが、今日はせっかくですのでインタビュアーとしまして、アビスパの盛り上げ隊長、そして選手会長の牛野浜選手にお願いしようと思うんですが、いかがですか皆さん。よろしくお願いします。頑張ります。じゃあこのコーナーはやっぱアビスパの選手をみんなに知ってもらおうということでやっていきたいんですけど、じゃあまずは堤選手お願いします。まずチーム唯一の金髪ってことですけど、いかがですか。まあそこだけは絶対に譲れないですね。これからも続けていくということですか。今年1年多分金髪でいくと思います。わかりました。じゃあ皆さんに熱いメッセージをお願いします。あと1週間ほどで開幕するんですけど、皆さんの力が必要だと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、こういう感じでやっていきたいと思います。じゃあやりたい人はい、じゃあ和樹さんお願いします。はい、お願いします。すいません。まあ福岡6年目ということですけれども、いかがですか。僕今年になって結婚しちゃいました。じゃあ奥さんに一言お願いします。あやちー。はい、届きました。ありがとうございました。さあ次誰行こうかな。じゃあアビスパのゲルマン魂、酒井宣義選手に一言、まずは自己紹介お願いします。右足、左足、俺の右足。はい、はい、OK です。じゃあ、一言じゃあお願いします。あ、意気込みお願いします。たくさんの勝利を勝ち取りたいと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、じゃあ新選手、じゃあです。よろしくお願いします。アビスパ1年目にして、顎が出てきました。よろしくお願いします。そうですね、じゃあみんな目合わさないですね。そうですね、じゃあ三永選手いきましょうか。ルーキーの三永選手、なんか得意なものありますか。一発逆です。おっ、一発ギャグお願いします。いや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 いジャンルは？一発ギャグ。一発ギャグです。じゃあ、中原選手の一発ギャグ、スタート。ボディービルダーちゃいますね、両手が磁石やね。はい、ボディービルダーちゃいますね、両手が磁石やね。はい、ボディービルダーやっております。はい、ありがとうございました。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。牛野浜選手もぜひ皆さんにメッセージを、釣り込みを。